どうもどうも皆様、コンシャルです。ようこそ猿の本のお部屋へ。ここへ来たということはお話を聞きに来たんですね。いいでしょう、お話ししましょう。そうですね、どの本がいいかな。あ、この本なんてどうでしょう。本のタイトルは赤ずきん。知ってる人も多いかもしれませんが、意外と知られていない部分があるかもしれませんよ。では今夜はこれを読むことにしましょう。赤ずきん。昔昔、あるところに小さく可愛い女の子がいました。それはそれはとても可愛い女の子で、特にこの子のおばあさんほどこの子を可愛がっている人はいませんでした。ある日、おばあさんは赤い布を縫って女の子に頭巾を作ってあげました。その頭巾は女の子によく似合い、女の子も赤い頭巾をとっても気に入っていました。女の子はいつも赤い頭巾をかぶっていたので、周りから赤ずきんちゃんと呼ばれるようになりました。ある日、お母さんは赤ずきんを呼んで言いました。赤ずきん、ちょっといらっしゃい。ここにあるお菓子とぶどう酒をおばあさんのところへ持ってってくれる？おばあさんは病気で元気がないけど、きっとこれをあげたら元気になるでしょう。すると赤ずきんは元気に、わかりましたと答えました。それでは暑くならないうちに行ってらっしゃい。外へ出たら気をつけてお行儀よくね。行く途中に知らない道に寄り道してはダメですよ。それからおばあさんの部屋に入ったら、いきなりお部屋の中をキョロキョロ見渡さず、挨拶をきちんとするのよ。私ちゃんとできますよと言ってお母さんと約束をしました。おばあさんのお家は村から少し離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森に入ろうとすると、茂みの中から狼がひょっこりと出てきました。赤ずきんちゃんは狼が悪く怖い狼だと知らなかったため、怖いなどは思いませんでした。赤ずきんちゃん、こんにちはと狼は言いました。狼さん、こんにちは。朝早くからどこへ行くの？おばあさんのところへ行くのよ。カゴの中に入っているのは何だい？これはお菓子とぶどう酒だよ。おばあさんが小病気で元気がないから、お見舞いに持って行って元気になってもらおうと思ってね。昨日お家で焼いたの。これでおばあさん元気になるわ。おばあさんのお家はどこにあるの？赤ずきんちゃん。森の中を歩いて行ってね。大きなカシの木が3本立っている下のお家よ。お家の周りにくるみの生垣があるからすぐわかるわ。狼は心の中で考えました。若くて柔らかそうな小娘、こいつは脂が乗っていて美味しそうだ。おばあさんよりずっと美味しそうだ。赤ずきんとおばあさん両方食べてやろう。ひっひっひっ。そこでオオカミはしばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩きながら話をしていました。すると、赤ずきんちゃん、そこら中にきれいな花が咲いてるよ。見てごらん。赤ずきんちゃんは
花畑に少し寄り道することにしました。そうだ、ここのお花をたくさん集めて花束を作るわ。おばあさん、花束を渡したらきっと喜んで元気になってくださるわ。朝早く家を出たから少しぐらい寄り道しても大丈夫だわ。赤ずきんちゃんは花束を作るのに集中している隙に、狼はおばあさんの家に先回りをしました。狼は赤ずきんちゃんになりすまして、おばあさんの家のドアを叩きました。トントントン。おや、どなた？赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。狼は取っ手を押してドアを開けました。狼は家の中に入り、寝ているおばあさんを飲み込みました。そしておばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの寝床にごろりと寝て、おばあさんになりすましました。赤ずきんちゃんはお花を集めるのに夢中で、森の中を駆け回っていました。そうして赤ずきんちゃんは持ちきれないほどの花を集めると、おばあさんの家に行かないといけないことを思い出しました。いつもの道に戻り、おばあさんのお家に向かいました。赤ずきんちゃんがおばあさんの家に来てみると、ドアが開いたままになっていました。中に入ってみると、何かいつもと違う感じがしました。変だわ、どうしたのでしょう。今日はなんだか胸がざわざわして気味が悪いわ。おばあさんのところに来ればいつだって楽しいのに。そう赤ずきんちゃんは思いながら、大きな声でおはようございますと言ってみました。しばらくしても返事はありませんでした。赤ずきんは寝床のところに行ってカーテンを開けてみました。するとそこにはおばあさんが横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。おばあさん、どうしてこんなに耳が大きいの？お前の声がよく聞こえるようにだよ。どうしてこんなに目が大きいの？お前をよく見るためだよ。どうしてこんなに手が大きいの？お前を抱きしめるためだよ。どうしてこんなにお口が大きいの？お前を食べるためさ。狼はいきなり寝床から飛び出して、赤ずきんちゃんをペロリと食べてしまいました。狼はお腹いっぱいになり、寝床に戻って寝ました。しばらくして狩人がおばあさんの家の前を通っていました。あれ、すごく大きないびきが聞こえるが、変だな。いつもはこんないびき聞こえないぞ。どれ、様子を見に行ってみるか。狩人は家の中に入り、寝床へ行ってみると、狼が横になっていました。狼じゃないか。しかもずっと探していた狼だ。とうとう見つけたぞ。狩人は持っていた鉄砲を狼に向けました。すると狼のお腹が少し動きました。狩人は鉄砲で撃つことをやめ、持っていたハサミを取り出し、狼のお腹を切りました。すると中から女の子が出てきました。するとおばあさんもお腹の中から出てきました。3人は狼のお腹の中に大きな石ころをたくさん入れて縫い合わせました。狼が目を覚まそうとしていたので、3人は物陰に隠れました。目を覚ました狼は大きなお腹を必死に抱えながら森へと帰っていくも、途中でへばってしまいました。それを見た3人は大喜びです。狩人は狼の毛皮を剥いで家へ持って帰っていきました。
おばあさんは赤ずきんちゃんが持ってきたお菓子を食べて、ぶどう酒を飲み、すっかり元気になりました。赤ずきんちゃんはもう二度と森で寄り道はしないと思いましたとさ。終わり。いかがだったでしょうか。初めての朗読動画だったんですが、うまく読めてたでしょうか。今後朗読動画も出していきたいと思っておりますので、よかったらまた見に来てくださいね。では今夜はここまで。またこの部屋でお会いしましょう。おやすみなさい。